皆さんこんにちは。突然ですが、皆さんはテレビショッピングでお買い物しますか？私はお家でお買い物ができるテレビショッピングはとても便利だなと感じていて、日頃からよく利用するんですけど、今回はテレビショッピング業界の中でも特に有名な番組 QVC 様とのコラボ動画です。 QVC ではファッションで毎日をもっと元気に、もっと楽しく過ごしていただきたいとの思いを込めて、月間イベントファッションマンスを10月1日から31日まで実施しています。ファッションアイテム盛りだくさんでお届けしていて、秋冬の新作アイテムはもちろん、人気ブランドの注目商品なども続々登場しています。今回は私が気になったアイテムを何枚かご紹介していこうと思うので、ぜひ最後までご覧ください。はい、まず1着目がオープニングで着ていたこちらですが、パハリートケーブル編みシャツレイヤードニットチュニックです。ケーブルニットとシャツをレイヤー風にしたチュニックで、トレンド感満載です。ニットのベストを着ているようなデザインですが、内側の肌に触れる部分は全てシャツになっていて、とても着心地がいいです。ニットの部分は丈が短いのでスタイルアップ効果もあります。裾部分はあえてほつれたデザインですが、これ以上はほつれることはないよう処理してくれています。ちょっと他にはないデザインで、この部分で抜け感も出ますね。そして何といってもギャザーの量が多いので、動くたびにシャツが揺れて女性らしい印象です。脇の下もタックがしっかり入っていて、サイドのデザインも抜かりなしです。カラーは私が着ているネイビーの他に、チャコール、モーブ、グリーンがあります。ボトムスにはプロバドール、大人の綺麗ハイテンション、裏深きもブーツカットパンツを合わせています。足中に見せてくれる定番のブーツカットシルエットです。こちらは身長に合わせて股下丈を選べるパンツなんですけど、私は身長154センチで64丈を履いています。なかなか154センチで綺麗に履けるブーツカットって少ないので、これは嬉しいです。ウエスト部分はゴム仕様になっていますが、ゴムシワが一切ないのでとても綺麗です。ヒップの部分にポケットがついているんですけど、目線をお尻からポケットに持っていくことで、ヒップラインが気になるという方には嬉しいと思います。伸縮性があるので履き心地もいいですし、きちんと感が出るので、1本持っているとかなり重宝すると思います。裏起毛で暖かいですし、動きやすいので、履いていて全くストレスがないです。どんなトップスとも相性がいいので、この秋大活躍しそうです。続いてパハリート編み地切り替え配色ニットチュニックです。3色使ってくれていますが、切り替えが斜めに入っている配色使いがおしゃれです。グレーとピンクは相性がいいですし、大人カジュアルな雰囲気を印象付けるニットチュニックで、1枚で様になります。肌触りも良くて暖かくて、とても着心地がいいです。ネックレスをつけなくても、この襟がポイントになっていますし、袖口は手首にぴったりフィットするリブなので、託し上げて着ることもできます。フロント部分の裾が V 字カットになっているので、足長効果も期待できます。私が着ているカラーはグレージュですが、他にブラック、ネイビー、ブラウン、サックスがあります。続いてはエスパスデカルマモダンフレアブークレチュニックです。モコモコ感たっぷりのチュニックですが、チクチク感も気にならず、着心地もいいです。丸首に縦の切り込みが入った深めのキーネックで、すっきりとした印象です。袖もみごろもケープのようにゆったり流れる A ラインシルエットなので、中にタートルをレイヤードするのにもぴったりです。ルーズなシルエットなので体型カバーにもなりますし、裾は前後差があるので、ヒップを上手に隠してくれています。今はパンツと合わせていますが、デニムやスカートと合わせたり、コーディネート次第でいろいろなスタイルを楽しんでいただけると思います。こちらは4色展開です。続いてカーニーカウチンニットジャケットを合わせてみました。ボリューム感のあるオーバーサイズシルエットで、アウターにもぴったりの1枚です。持った時は重たいかなと思ったんですけど、着てみると全然気にならないです。リラックスして着られる素材感で、編みの密度が高いので保温性も高く、秋冬も暖かく過ごせそうです。カウチンニットってメンズライクな印象ですが、スカートと合わせることで女性らしい抜け感も演出できます。ポケットもついていますし、ヒップも隠れる丈感など、デイリー使いに嬉しいポイントも押さえたカウチンニットです。続いてウィンレイヤーズフェイクムートンリバーシブルジャケットです。
こちらはフェイクムートンとボア素材のリバーシブルです。今はフェイクムートンを表にしてきています。モコモコのボアで甘さをプラスしてくれていて、裏地に持ってくるととても暖かいです。私が今まで持っていたムートンのジャケットは結構ぴったりフィットしていたんですけど、こちらはゆったりとした着心地で中に着込んでも楽ちんです。短すぎず程よい丈感で、どんなボトムスにも合わせやすいです。襟元はこんな感じで倒してきてもいいですし、ボタンを上まで留めてあげるとまた表情が変わり、防寒もバッチリです。ボアの方を表にして着てみるとまた違った印象ですが、どちらを表にしても可愛いです。こちらは3色展開です。そして最後ですが、キッピスブークレーふわふわあったかコートを着てみました。モコモコの質感がぬくもりを演出するボアの軽量コートです。カジュアルで気軽に羽織ることができますし、ゆったりとしたシルエットで着心地がいいです。ノーカラータイプのデザインなので、中にパーカーを着用した際もかさばりません。両サイドにポケット付きで、ヒップが隠れる丈感なので暖かいですし、着痩せ効果もあります。そしてなんと内側の生地が可愛いお花柄なんですけど、ちらりと見えた時にテンションが上がります。こちらは2色展開で、もう1枚チャコールがあります。はい、今回は QVC で購入できる秋冬ファッションをご紹介させていただきました。気になるアイテムがあったら、ぜひ通販サイトをチェックしてみてください。 QVC では24時間365日、さまざまな商品を紹介していて、 YouTube でも放送しているので、好きな場所で時間がある時に視聴できますし、ゆっくりお買い物ができます。ぜひ皆さんもお気に入りの一着を手に入れて、お出かけを楽しんでください。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のビデオでお会いしましょう。さようなら。